ハローアースノイド、ガンダムのおっちゃん、ガチモリシリーズに対するネットの反応をお送りするよ。何してるんすか先輩、俺のファンネルの真似ですか？ちゃうでニュー君、これはな、ウェポンバインだよんや。またおっちゃんが別作品に影響されてる。どっちか言うとフルコーンじゃないっすかね。おっちゃんそんなのどうやって使うん？サンボル細胞に侵されてる。この盾は何のために？逃げられんよう相手を囲ってサーベルザクザクするんや。アムロは邪魔だ、とか言ってすぐパージしそうだ。バズーカ打ち切った端から捨てていく。なくなったらライフル。全部使い切る頃には敵は全滅してるな。本物の暴力を教えてやろう。漂ってるのを拾いながら使う。バズーカを片っ端から撃ちまくって、残った盾は投げるもの。少年アムロほどシールドの使い方が上手なパイロットおらんというか、殺意あふれる盾の使い方するよね。バズーカごと盾を投げてビームで撃ち抜いて爆発させる。バズーカなんて結局ロケットランチャーなんだし多連装タイプの使えばいいんじゃないすかね。というか弾倉だけ追加じゃあかんのかおっさん。連続した使用は方針歪むからな。なあおっちゃん一番端っこのはどうやって取るん？一番近くのが玉切れになったら捨てて横にスライドしてくるんやで。ハンドスピナーみたいに回りながら砲撃してきそう。ユニコーンの盾みたいに。逆シャア時代のアムロなら手に持ったりせず、機体を傾けただけで正確に狙撃してきそうで。アムロさんならワイヤーつなげて一斉に放り投げて、タイミング見て引っ張って手動オールレンジ攻撃とかしかねない。おっちゃんラインバレルでも見たの？ラインバレルなんてロボアニメ見たことないけどどうせガンダムのパクリやろ？つまりセーフや。破壊天使砲いうやっちゃ。おっちゃんそれアーマードコア砲や。ただのシールドが、いや本当にただのシールドじゃないっすか。ノブレスオブリージュを体現するおっちゃん。まあアムロの盆を乗せてや盾くらい浮くやろ。この盾、ジャノウテバインダで敵を包んでな。逃げ場をなくしたところでバズーカでめった刺しや。かっこ困惑。おっちゃんよく見たらこれ背中じゃなくて腕につけてない？大丈夫？邪魔じゃない？俺がザクに乗っててこんなのに対面したら死を覚悟する。でもおっちゃんザクさんなら素手で十分じゃね？おう必殺、ニュータイプギリー。何おっちゃん、何まとってるのおっちゃん。ガンダムの触手攻め。風属性不よ。神風の術。友人の剣を喰らえ。トラパーの度高い。いないれっぽい。オカルトマシマシ剣。人は殺さないけど怨念を殺しそうなおっちゃん。ミノフスキーオーラ。おっちゃん出る番組間違えてない？オーラロード開いてない？おっちゃんにオーラとかそういうの搭載すると最強になっちまう。ジオングがハイパー化するわこれ。おっちゃん、ただでさえ作がヤバい回多いのにこれやったらアニメーター死ぬで。今はあれやろ？ CG でちゃちゃっとできるんやろ？若い子は知らんやろけどこういうアニメやからね。おっちゃんの秘められた力が覚醒とかするから。これがホンマモンのジェットストリームアタックやで。おっちゃんすごい SSR って感じや。SSR ガンダムと SSR ララースン専用モビルアーマー、シャア専用ゲルググがピックアップ中。なんやヒットマンか。わしオールフェンズくんと同じや思たら大間違いやで割れ。そないなおもちゃでやれると思とんのか。まるでバイク乗りの魂が形になったようだ。なんかでこちゃりを連想した。おっちゃんだけ昭和の暴走族集。パラリラパラリラ。おっちゃん過剰防衛すぎるよ。おっちゃんのやつおまわりさんにめっちゃ怒られるやつじゃん。車検は通してるから大丈夫や。おっちゃんはな第13独立グレン隊の特攻隊長でブイブイ言わしてたんやで。そこらのゴンタと一緒にしたらあかんで。最終的に二人で並走しながら黒幕の基地に突っ込むやつ。おっちゃんのこれ4輪。多分トライクかと、時代を感じますぜおじき。下から感じるむせ返るほどの東亜重工衆。おっちゃんの愛車から漂うザリバオブオールテレストリアル衆。相手にもよるが、ウルトラ怪獣なら1匹2匹はやれるか。リブート版ロボコップがこんなバイク乗ってた。怒りのデスロードですかおじき。おっちゃんのはあれだな。採掘場で後ろが発破しながら坂を飛び出してくる系。ライダー冬映画みたいなストーリーになりそう。すごい勢いで世界が融合してってる。狙い撃ったる。おっちゃんもジュミナスガンダムくんには負けへんで。ジュナメスくんの名前をちゃんと覚えてないおっちゃん。成層圏の彼方まで狙い撃つんやで。これな、地上から撃ったら宇宙のハエどもが落ちてくるんやで。ユニコーンくんのマグナムもええんやけどやっぱこのフォルムが手に馴染むわ。ほんますごいわ。いやほんますごいわ。オーバースペックすぎる。ゴングとビーム出るで。射撃 CS するとなぜかでかくなってゲロビになるやつ。言うてみんなぶっといビームズグーンやんの好きやろ。効果音ズグーンで済むかな。これに三脚つけたらサンダーボルトくんとこのザクと対決できるで。知ってる、これバストライナーってやつでしょ。昔こんな特撮見た。昔テレビ見てたらシャイダーくんゆう子がやってるの見てピンときてん。その人おっちゃんとあんまり年離れてなくない？これサイズ的におっちゃんの後番組のやつが使ってたのじゃない？トライダーのやつもこんな大きいのは担いだことないはずやで。おっちゃんそれ重ないん。盾を使って輝いた方がいいですよ。おじき、重いでしょう。わしの盾使うてくださいや。輝きましょうや。アホやな自分。宇宙は無重力なんやで。重いとか軽いとか言うとるのはアホらしいわ。現代だと通用しない理屈なあたり昭和の人、もといガンダム感ある。ただなあちょっと全力で撃つと反動で後ろにすっ飛んでいくんや。この前帰れなくなって焦ったでほんま。ああ戦艦の四方並ってこういう？あのモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持ってる。おっちゃんの必殺技ビームライフル構えてるの久しぶりに見た。おっちゃんこれマップ兵器ってやつじゃない？競技マップ兵器も使えんガンダムなんぞ必要とされんわい。ゼータやダブルゼータには負け取られんで。おっちゃんこれスコープの部分いらなくない？スコープに関しては仮に縮尺が一緒でも、ロボットのカメラアイでスコープを覗き込むこと自体がナンセンスだから、スコープ自体をサブカメラにしてみたりしてるんだろう。最近老眼着てもうたおっちゃんでも楽々ジオングの頭打ち抜けるんやで。丸々消し飛ぶジオングヘッド。おっちゃんプロレスなんやから殺意は抑えんと。アホか、相手は口から腕から胸から目が粒子砲打ってくるビームお化けやで。このぐらいやってトントンなんじゃ。弾が切れたらドンキにもなってこれはいい。これでアバオア君の外壁でこましたる。もう盾投げるとか時代遅れや。これからはスタイリッシュに決めんとな。一族の長、今日も元気。オラー、飛べや、ガンダムー、熱。先輩なんで一番新入りのバルバトス君には甘いの？元末っ子だからかな。末っ子が矢のつく自由ようになるとは思わなかったろう。おっちゃんも半グレの後輩にはちょっと強く出れない。金と権力とヤクザには弱いからなこのサーフボード。大人だ。おっちゃんなら別に燃え尽きないから楽にいけるしな。普段温厚な先輩が後でガチ説教するやつだこれ。せめて盾を前にしてくれんか。死体蹴り言われてるけど股間ラップよりはマシだよね。ファースト先輩は耐熱ラップ持ってるからね。おじきの耐熱フィールドがラップじゃなくてホイールだったら説得力あったかも。孫に優しいおじいちゃんみたいなものさ。